皆さんこんにちは。リプトンを婚約アイリスの男、ゴゴチです。ファイナルファンタジー7の実況を始めたいと思います。これずっとこんなんなんかな。おお、来た来た。来ました来ました。1997年。はあ。見てる人によっては生まれる前にできてる可能性もあるよね。じゃあ、始めるか。懐かしい。なんかもう音が懐いよね。これ最初続きからになるのなんなんやろな。このなんか武骨な。画面ね、剣だけが刺さっているという。星々が映し出されとるな。最初どんなんやったっけな。なんか最初なんか駅みたいなとこから始まったような気がすんのよね。なんか電車に乗ってみたいな、そんな感じだったと思うけど、どうかな。なやこれ、長いぞ。最初のこのよくわからんシーンが。その中に一つ、あ違うわ。ああ、そうやそうや、わかったわかった。あー、こういうのね。はいはいはい、思い出してきた。まあ名前とかはね、出てくるまでは言わないでおこうと思ってますよ。ああ、感慨深いな。はい。なぜ路地にいたんでしょうかね。ラブレス。はい、これね。ああ、このシーンですよ。もうサブイボがすでに立っておりますが。いやー、いいね。これのさ、なんかリメイク版のやつ、ほんま、なんていうの、もうビビったもんね、見たら。うわーってなった。やっぱこれを見た人からすると、あれはもうすごいよ。あ、やっぱそうや。電車からやね。はいはいはい。このおっと、背負い投げ、はい、強いですね。おっと、見覚えのある方が。はい、渦新入り、俺に続け。この右の列車のリアリティと左の人間のね、この対比が面白いね。肩あらへん。これはまあスマッシュブラザーズでも人気のね、キャラクターですね。全然ちゃうな。時代は進化するね。ああ、行きましょうか。これでもね、当初からすると、おポーション、感動したものですよ。すごいなっつって。お、なんや、敵か。やっぱ曲がええな。元ソルジャー。はい。まあ、とりあえず戦うで。体力多いな。まあ、タイム制で、タイムバトル制でね。この辺は一緒で。マシンガンを4で済ませてしまうと。シュッシュッ。ドゥッ。はい。イケメンですね。はい、ポーション大事。なんかこう朝くりたくなるな、こういうとこ。よ、おい、無視すな。式典切ってんのか。
はい、お前かビックス。さすがソルジャー。でもよ、シンラグループアバランチにソルジャーが参加するなんてすげえよな。その話って本当だったの？ソルジャーって言ったら私たちの敵でしょ？どうしてそのソルジャーが私たちアバランチに協力するわけ？早とちりするな、ジェシー。元ソルジャーなんだってさ。今はもうシンラを辞めちまって俺たちの仲間ってわけさ。まだ名前聞いてなかったよな。教えてくれ。クラウドですね。まあ有名ですね、クラウドさんは。このツンツン頭、流行ってた時代やったかな。ツンツン頭多いよね、この時代のゲーム。漫画もそうやけど、決定と。クラウドだ。クラウドか。俺はあんたたちの名前なんて興味ないね。どうせこの仕事が終わったら別れだ。何やってんだお前たち。固まって行動するなって言ってんだろ。ターゲットはマコーロ。マコーロ前のブリッジに集合だぞ。はい。元ソルジャー。信用できねえな。バレット。男前、山のような男。バレットさんね、かっこいいね。渋めん。はい、行きましょう。1。とりあえずシンラっていうのとね、アバランチっていうのがまあ敵対しているというわけですな。でビッグスっていうのが結構 FF において結構出てくるキャラなんよね。他にもまあ何体か名物キャラみたいなのいるけども、ビッグスはなんかよりなんか脇役というか。はい、ワンワン。大型犬にじゃれられたらあんな感じやね。はい、大型犬にあれやられた時に思ったより自分よりでかいからビビるっていうね。ありがち。特に俺犬苦手なんでビビる普通に。いやー、なんかこのなんか進んでそうで、なんか昔のね、やっぱ近未来っていうこの感じ、この世界観がねたまらない。はい、シュッシュッシュッチャキン。あの体験をあの動きできるってやばい。どんな筋肉と手首してんの。はいはいはい、ちょっと右に行こうかな。はい、おい、お前マコールは初めてじゃないんだろう。まあな、ソルジャー、シンラカンパニーの人間だったからな。この星は魔光エネルギーに満ちている。住民はその魔光エネルギーを使って日々生活している。でも誰も魔光の本質を知らねえんだ。お前知ってるか、魔光はこの星を流れる血だ。それをシンラって会社はガンガン吸い出して嫌がる。このヘンチクリなスクラップでな。脳ガキはいい、先を急ごう。よし、こっからは俺と一緒に行動してもらうぜ。心強いぜ。コード解除。シャキン。はい。はい、コード解除しか言わんのかお前ら。はい、コード解除言わへんかった。
言わへんかったか。お、なんかパイとか出てるの。どれや、これか。はい、スイッチオン。ミュー、マコールのせいでこの星の命は毎日削られていく。そしていつの日かゼロだ。悪いけど興味がないな。星が死んじまうんだぞ。え、クラウドさんよ。俺が考えてるのはさっさと仕事を終わらせたいってことだけだ。警備兵やガードロボットが来ないうちにな。めっちゃ怒っと。正義感ですからね、かなりバレットさん。クラウド、クールキャラよね、かなりの。走ったりしなさそう、仕事以外で。なんかもう悪く言えば無気力。テレレレー、神曲来ましたね。早速の、これ何やったっけ、なんか痛い。オッケー、綿毛みたいな、なんか。テケテケテテケテケテテレテケテケテテケテケテテレ。まにバレットっていうだけあって、片手にマシンガンがついてるっていうのがね、カチいよね。はいはいはい、下っていくよ。よいしょ。19G。 よいしょ。はしごの前では決定ボタンを押して、そうすればはしごに捕まるわ。あとは方向キーの上下で上り下りするの。親切な説明どうも。よいしょ。なんか説明は欲しいけど、最近のゲームって過保護やね、かなり。何から何まで教えるみたいな。こっちか。よいしょ。はいはい。よいしょ。はしご中に敵が出ないのね、優しいね。よいしょ。はい、セーブポイントです。はい、うお、なんかいがちなの出てきた。パラ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 、ダブルマシンガン。マシンガンにこだわるね。マシンガンが最も効率の良い武器やったかもしれんな。スモークショット強い。ド派手に散ったな。さあさあ、ここに入れるかと思いきや入れない。はい、何かが落ちてるね。回復のマテリア、マテリアっていうのがね重要になってきます。
どこもぶっ壊しまえばただのガラクタだぜ。クラウドさんよ、この爆弾をセットしてくれ。あんたがやった方がいいんじゃないのか。俺は見張らせてもらう。お前さんがおかしな真似をしないようにな。好きにしてくれ。さて、目を覚ませ。ここはただの発電所じゃない。何事でしょうか。どうした。え、どうした。クラウドさんよ、早くしてくれ。ああ、すまない。ちゃんと謝られる人なんやな。えらい。さてさて、脱出せねばな。本格的にやってくるぜ。さあ、なんかいかついのが来たね。サーチスコープ。てんてん。よいしょ。最初のボスにしては結構かましてきてるよね、見た目。なんかあったっけ。あ、リミットあるやん。ヘビーショット。さあ、このゲームの目玉商品、リミットゲージですね。強い技が打てるような。リミットゲージを貯めて強い技を持ち込むと。じゃあサンダーとか持ってみるか。はい、強い。いやー、なんか最初から魔法が使えて結構強いっていいな。ブリザードも打ってみよう。お、尻尾を上げてる間に攻撃するとレーザーで反撃してくるぞ。これは優しいですね。テイルレーザー。まあ、今ちょっと見本みたいなところ。偉大。尻尾上げてるけど。ずっと上げてんなこいつ。まあ、回復するこちら。下ろせ早く。あ、下ろした。ブレイバーへなってなったへなってなった。はい、足で見えない敵のはい、結構昔の FF にありがちなんやけど、反撃系のタイプの敵が、最初に出てくる、敵というかボスがね、最初に出てくるっていう。結構あるある。サンダーの方が効くな。よいしょ。ブレイバーと同じぐらい減ってた。最初からなんか反撃系が出てくるって珍しいね。あ、倒しました。ボス倒したら分かりやすいな真っ赤になるんで、はい、アサルトマン。さあ脱出だ。俺のさあとかでしょ。10分前もうクライマックスかのようなね。スタートが強いね。高烈からでも通常の威力。早速なんかそんないいんですか。そんないいものいただいちゃってもよかですかい。はい、時間がないっつってんのに。はい、逃げろ逃げろ。
セーブはしておきましょう。登れ登れ。よいしょ。出るよ出るよ。はい。喋られ。ああ喋れた。大丈夫か。うかつ。足が挟まって。あ抜けた。サンキュー。うかつだったわとかじゃないんや。うかつ。ちょっと面白いな。カツを単品で言うことってあんねんな。よいしょ。はい。ああ、タイミング。さあ、逃げましてと。いえ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 い、登れよ登れよ。ポーションは神アイテム。序盤はね。よいしょ。さあ逃げようぜ。スイッチオン。はい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 。ビックス開けてくれ。おい。ああ。コード解除。ビックスかジェシー、正しい方に声かけなかった。さ、焦らないで。はい、出るよ出るよ。ゾロゾロと。列車で逃げるつもりなの。こけた。危ねえ。うわあ。おお。